先行よろしく、高校ペペチーズ16小節日本勝負、レディーファイ。よギャグか知らんけどさ、まあスキルで見てくださいよ。どっちが本物か、お前らはただの偽物。ペペチーズどういうことすかね。ギャグを言うても、ギャグを曲できてない時点でただのカス。俺らはラップ頭ん中パーパラより俺パーティー明かせるわ。アニメやドラマとは全然違う現実、ディズニーランドよりも深いとこ行ってる。スプラッシュマウンテン、鼻からコカインよりもシラフぶっ飛び。ディズニーランドよりキンバランド、ネバダイ俺遊ぶ TOKIYO。 俺は空いてる、あら不思議。てかラッパーアニメの戸田、あら削り。いや、確かにあら不思議。文字起こししたら何が言いたいか一切わかんねえ。ラップやってってやつはうまいけど全く存在感ない容態。お前何しに来たんだ容態。マジでしょうもないラップしてばっかしてんじゃねえ。おいやってツイッター覗いてくんじゃねえ。真のレペゼンっていうやつはこうやってジョークを挟むらしい。 Yeah、 スティーブ・ジョブズだってさ、ちゃんとプレゼンの時言ってた。ジョークの後にまた生まれて始めるこの企画が最高潮になるらしい。ちなみにペペチーズ、俺の彼女の名前です。みんなよろしく、今まで聞いて。気安くレペゼンって言うな。お前はまずは市よりも住所からレペゼンしろよ。一家族だぜ、てめえらごときがレペゼンなのの現場で聞いたことねえ。なんかコメント欄で生きててツイッター見てて、お前の下手なフェイトを見つけた。お前が見つけた、俺噛みつけた。ザコども二人を俺踏みつけた。ひえ、所詮は噛み応えがねえ。ひえ、出てくんじゃねえよ。小説も数えれねえザコたちがよ。歯応えがない、歯型がない、歯が立たないんだよな。ソロ程度の童貞ちゃん、下手くそみこすぎ。ラップで何も感じない。お前ら精子無駄に謳歌する。俺らが感じさせるオーガズム。いや、4の4がうますぎて、連携うますぎて間違って入っちまった。それでソロは使い、ふざけんな。小説自体は見えてる、ただお前らがうますぎて間違えただけや。いや、どこがレペゼンか正直そこら辺に。お前らは重点に知しすぎや。だから知ってる重点しや。お前ら俺らに負けとって心配停止や。あら探ししてたつもりが、リツイートしたそのリツイート解除。はは、噛みつく必要もないはずなのに度胸もなしで俺にマジでできない。あ、それどういうこと回して。てか俺のさっきのツイートってりょうずくんのことに対してだから、別に俺自身のことじゃないから。勘違いすんな、情報不足だバカ。やってもた。よく言うじゃん。終了。ペペチごめん。やってですね。